神奈川沖並浦は、葛飾北斎の名所浮世絵揃いもの、富岳十六系全四十六図中の一図。現在は、神奈川沖並浦とも表記する、横尾版二式絵。外風改正、山下白と合わせて三、大役物と呼ばれる同シリーズ中の傑作で、画業全体を通して見ても最も広く、世界に知られている、代表作である。 凶暴なまでに高く激しく渦巻く波頭と波に揉まれる三層の船、それらを目の前にしつつ、うねる波間からはるか彼方にある富士の山を垣間見るという劇的な構図をとっている。一筋一筋の水の流れ、波頭のうねり、波に沿わせた船の動き、富士山のなだらかな稜線といったものはすべて幾重にも折り重なる対数螺旋の構成要素となっている。 モデルの地については、様々な説がある。神奈川沖とは、現在の神奈川県横浜市神奈川区の沖合であるが、図中の三層の船は王宗船と呼ばれ、房総半島から江戸に、海産物を運ぶ際に利用されたものであるため、東京湾で、神奈川の対岸にあたる木更津の沖合付近から富士を望んだという説がある。大波、三隻の船、背景の富士山、 と三つの要素で構成されている。構成は、左上隅にある署名によって保管される。富士山、富岳十六系の主題である、富士山が画面中央下部に背景として描かれる。日本において、富士山は、神聖であり、美の象徴とも考えられている。本来雄大なはずの富士山は小さく描かれ、前景の大波の豪快さと対比させている。 船へのうちには大波に揉まれる三艘の船が描かれている。この船は当時活魚輸送などに使われた王艘船である。船ごとに炉にしがみつく八人の漕ぎ手がおり、船首には二人以上の乗客が見え、画面内にいる人間は約三十人である。人々は船の中で硬直し、動的な波との対比を見せている。波界は荒れ狂い、波の波頭が砕ける。 その瞬間を切り取っている。波の曲線はこう描き、背景の富士山を中心とする構図を形作る。波頭から飛び散る波しぶきは、まるで富士に降る、雪のようでもある。奥の船と箱は、ほぼ等しく、王装船の長さは、一般的に12メートルから15メートルであり、北斎が垂直スケールを30%引き伸ばしていることから、 波の高さは10メートルから12メートルと推測できる。この波は時として津波と解釈されることがある。このような解釈は1960年代以降のことである。それ以前は通常の発生する波として解釈されてきた。北斎の存命中には関東、関西には大きな津波は発生していないが、過去の大津波や1792年に、 九州で起きた被後迷惑の様子を伝え聞いていた可能性はある。しかし本作品に書かれる波は波長が短く津波の描写ではない。また2019年1月24日にオックスフォード大学とエディンバラ大学の一発大波の研究にて巨大波の生成に成功。その波の形状が神奈川沖波裏の形状に酷似しており津波ではなく一発大波の 可能性もあるが、詳細は不明のままである。署名、北斎の署名画面左上の署名は、題名と署名からなる。縦長長方形の枠内に書かれた題名は、富岳三十六系、神奈川沖、波裏。その左上に書かれた署名は、北斎改めため一筆とある。半儀の摩耗状態から、当時から人気が高かったことが伺える。日本や、 世界の主要な美術館に所蔵されているほか、個人収集家の所蔵にも存在する。現代でもオリジナルを入手することは可能である。2003年3月7日に、ユゲットベレスコレクションからスリエの1枚が競売に、かけられ2万3000ユーロの値がついたほか、2002年には、本作品を含む、富岳36系の46枚セットが135万ユーロで、 競売にかけられた。ドレスデンの彫刻、第5が1905年版、海の表紙本作は1870年代後半には、ヨーロッパに渡った。後期印象派の画家ゴッホが絶賛するなど、欧州の芸術家たちに影響を与えた。なお、海のスコアの表紙に、神奈川沖並裏が印刷されたことから、ドビュッシーがこの絵から、曲の着想を得たという話があるが、 根拠のないぞ憶説である。1963年10月6日発行の国際文通週間切手及び2016年1月29日発行のグリーティング切手、グリーティングジャパンの一種に本図が印刷される。1994年8月3日にトルコで発行された観光切手の一種に神奈川沖並裏と告示した図版が印刷された。 同ギッテのテーマはラフティングであり、日本や海、北斎との関連性は不明。米国のサーフィンのアパレルブランドであるクイックシルバー及びロキシーのロゴモチーフになっている。2015年1月19日にフランス郵政公社が発行した1.9ユーロギッテに本図が印刷された。2024年度に発行予定の新千円紙平理面に本図が採用された。 2020年に三井純平が5万ピースのレゴブロックを使い、神奈川沖並裏を立体的に表現した作品を制作した。ありがとうございます。